シンプルでかっけえ興奮なトラックが作りたくて買ったサンプラーだったからにはたった曲作ったくらいではまだ捨てない。使い方ピンときてないけどとりあえず叩く叩く頑張れ叩け叩け。これはレッチリの曲と僕の曲です。コメ食わせろ。サンプリングサンプリング人の曲踏みつけアカルリング B ジャックよりいくらかましい今日から俺はリズムマシン。そもそもな説明しようかなら説明おじさん師匠感ボタン押すと音が出るぜ親たち。あそコメ食わせろ。ヨドバシカメラでキャッシュで買った4万5千ドルの円そんな金どこにあったの。もともとここになかったよ。 T シャツとステッカー買ってくれた人のマネーを結集サンキュー。でも正直足りなかったから半分は俺が出したんだ。折半おぞろっちだね。チュー米食わせろ。ヨドバシカメラのポイントが4万くる。あ間違った。ハッピーポイント貯めてマイクを買おう。今のままブレイクじゃなくて普通にミスってる。リアルタイムで叩くとやっぱり難しいな。サンプラーでも楽しいっちゃ楽しい。サンプラーなんかいいっすわ。食わせろ。ぶっちゃけラップはやり方を人に聞きなどない。練習なんか一秒もいらないけれどもサンプラーは人に聞きたいし練習したいな。これは思ってたよりも奥が深い。パソコンにしがみついて画面を睨みつけてクリックダブルクリックで制作してると息が詰まるから画期的なハードウェアを買った。でも乗りづれえな。ところどころビートが微妙にずれてんだよ。ラップがめちゃしづれえな。でもまあ演奏してるのを歌ってるのも俺だから責任の所在は俺。大人になるっていうのはこういうことなのね。私は責任を負うわ。私を連帯保証人にしなさい。そして株で失敗しなさい。路頭に迷いなさい。またミスったわね。何なのよあんた一体。これでかっこいいビートをどんどん作れたら良いね。楽しみだね。チェゲラコメー。